こんにちは。地域発子育て応援番組子育てポケット。この番組では地域で子育てをもっと楽しむための情報を毎月お届けします。今回のテーマは予防接種の疑問を解決です。私も1歳の子供がいるんですが、予防接種の種類が多くて疑問や不安もたくさんあります。今回はそんな悩みを解決していきます。この番組は一般社団法人信州子育て未来ネットの協力でお送りします。小布施町にある新生病院にやってきました。今回のテーマは予防接種の疑問を解決ということで、早速先生にお話を伺いに行きましょう。今回お話をお聞きするのは新生病院小児科医長石井栄三郎先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや先生、はい、私にも1歳の子供がいまして、はい、今予防接種も、ね、たくさん受けている時期なんですが、私が子供の頃よりも種類とか数とか増えていませんか？はい、ここ5年6年ぐらいですごく増えましたね。それまでは本当に日本で行われている予防接種っていうのは世界で見てもかなり少ない方だったんですね。今は世界に追いついてきています。うん、昔は髄膜炎を起こしたりとかすると本当に怖い思いをする、ずっとこう後遺症として、ね、残ってしまったりして障害が残ってしまうようなお子さんたちもいたんですけども、今は本当に髄膜炎とほとんど見なくなりましたね。それだけワクチンの効果が大きいと思います。赤ちゃん生後2ヶ月から予防接種が始まるっていうのはどうしてですか？生後1ヶ月までは新生児って言いますけども、その時期っていうのはかなり不安定なんですね。で、1ヶ月を過ぎて2ヶ月ぐらいになってくるとかなり体調的にも安定してきますので、体重もねかなり大きくなりますよね。で、それだけ予防接種に耐えられる体になってきているということと、あとまだ免疫力は弱いですから、何回か1回打てばいいってことじゃなくて何回か打たないと予防接種の効果が出てこないんですね。で、先ほど言ったような髄膜炎とか怖い病気はですね、なるべく早い時期にその抗体をつけて抵抗力をつけてあげたいんですね。できれば生後6ヶ月ぐらいまでにはその予防接種が終わっていることが大切かなと思いますので、そうするとちょっと安定してきた2ヶ月ぐらいの時からだいたい1ヶ月に1回3回ぐらい続けて打っていくと、6ヶ月ぐらいまでの間に最初の初期免疫って言いますが、その免疫がある程度つきますので、赤ちゃんのそういう感染症に対する抵抗力が増えますのでね、まあ確かに2ヶ月の赤ちゃんかわいそうだなとは思うんですが、でも病気になっちゃうともっとかわいそうな状態になっちゃいますのでね、それを予防するっていう意味で2ヶ月ぐらいから始めさせていただいてます。一度に複数の注射を受けることもあったりして、ね、小さな体にこんなにたくさん注射を打って大丈夫なのかななんて思ってしまうこともあるんですが、そうですね、でも今のワクチンは非常に安全性が高いですので、1回に一番多い時は4つ、左に2つ右に2つというような形で手に打つことが多いんですけども、その場で打っても赤ちゃんは耐えてくれてますし、副反応がすごく強く出るということもありません。予防接種って、はい、任意接種と定期接種の2種類があると思うんですが、はい、この任意の方の予防接種って受けた方がいいんでしょうか？そうですね、任意接種っていうのは今国の審議会でその効果と、その副反応とその辺の兼ね合いを検証しているところなんですね。でもいずれ定期接種になると思います。多分オタク風邪とかロタウイルスもやがて定期接種化されてくると思います。で、オタク風邪のワクチンなんかもですね、オタク風邪にかかると今非常に問題となっているのは難聴なんですね。耳が聞こえにくくなるという、でそういうのがオタク風邪にかからなければね、それを防ぐことができますので、
まあ、そういう点でいずれまた定期接種化されるだろうというところですけど、それまで待っているというよりも、まあ、少しお金を払っていただいてもですね、接種をしていただいた方がその子にとってはメリットが大きいと思いますので、私としては任意接種を受けてもらうのを推奨します。子どもの体調などで予定通り予防接種を受け損なってしまった場合はどうしたらいいですか？必ず予防接種を受けた方がいいですので、そこの初めに予約したところでですね、改めてスケジュールを組み直してもらえばいいと思います。で、あるところまでの間に打たなきゃいけないっていう、例えば定期接種のような場合はですね、そういうこう決まりがあるんですけれども、ただその後過ぎちゃった場合にそれは任意接種になっちゃうんですけども、それでも受けられないってわけじゃないです。で、体のことを考えれば少々遅れてしまってもしっかりと受けてもらった方がいいと思います。予防接種の後の副反応も気になるところなんですが、はい、私の子供も注射の後に熱を出したことがあったんですけれども、このあたりはいかがでしょうか？そうですね、予防接種を受けた後ですね、最初の30分っていうのは急に血圧が下がっちゃったりとか、アレルギー反応がガーッて出たりしてですね、アナフィラキシーって起こしてくることもありますので、場合によっては非常に危険な状態になることがあるので、注射をした後はだいたい30分ぐらいは僕らの周りを離れないでくださいというふうに言ってあります。急に顔色が悪くなったりすることがありますのでね、でもそこですぐに対応すればまず心配しなくても大丈夫です。で、だいたい注射を打ってですね、その日からその次の日ぐらいはちょっと熱が出ることあります。まあ、38度ぐらいの熱があったとしてもですね、顔色も良くて、おっぱいやミルクの飲みも良ければですね、特に心配しなくてもいいと思います。だいたい 2,3 日ですっと熱下がっちゃいますので、まあ、ただ機嫌が悪くてなんか泣き叫ぶような感じがあるような、ちょっといつもと違うなというような熱だったら、これは必ず医療機関に受診するようにしてください。あと打った場所ですね、打った場所にも、が腫れることがありますけど、まあ、ざっと言って500円玉ぐらいの大きさまでの腫れだったら自然に 2,3 日で良くなるので、まあ心配ないと思います。で、中にはですね、本当に怖い命に関わるような副反応が起きる可能性もゼロではないんですよね。ですので、だいたい注射をしてから1週間とか2週間ぐらいの間はちょっと注意してみてて、あれいつもと違うような感じがあるなっていうようでしたら、これはすぐにやっぱり医療機関と相談してもらってね、これはほっといてもいいものなのか、それとも怖い副反応なのかっていうのを早めにね、判断してもらうといいと思います。子どもにアレルギーがある場合は予防接種はどのようにしたらいいですか？そうですね、一般的なアレルギー、アトピーとかですね、喘息とか鼻炎とか、そういったものは関係なく、その体調が良ければ予防接種を受けられます。で、まあ、その中にはそういうそのアレルギーって言ってもですね、注射する物質の中に入っているものの対するアレルギーがもしあったりすれば、これは注射することができませんので、注射をする前に問診というのをしますけども、そこでよくそういうことがあるかどうかというのを医療者の方に伝えてもらえばいいと思います。インフルエンザのワクチンというのは鳥の卵を使ってね、ウイルスを増やして作っていくワクチンなので、昔はその卵アレルギーの人はちょっと注意した方がいいというふうに言われたんですけども、今はすごくその精製されて、ほとんどそのアレルギーを反応を起こすような物質って残ってないと考えられますので、まあ注意しながら予防接種していただければ、インフルエンザワクチンでも大丈夫だと思います。今回は予防接種の疑問について新生病院小児科医長石井英三郎先生にお話をお聞きしました。ありがとうございました。番組後半は私が親子で楽しめるスポットをご紹介したいと思います。今回やってきたのはこちら、須坂市二礼町にある日帰り温泉施設ユックランドです。温泉はもちろんなんですが、最近リニューアルした場所があるということで、早速行ってみたいと思います。
須坂駅から車で10分ほどの場所にある長野県最大級の日帰り温泉ユックランド。たっぷりのお湯と広々とした景色を見ながら6種類9つのお風呂が楽しむことができます。とっても広いお風呂だったんですが、親子連れでも入れるんでしょうか？はい、もちろんお入りいただけます。洗い場も広く、またお子様にはキッズチェア、またおむつも取れてないお子様はベビーバスをお使いいただけますので、そちらをお使いいただいてご入浴いただければと思います。またご休憩に大広間、あとキッズルームもご利用いただけますので、そちらでゆっくりおくつろぎいただければと思います。そしてユックランドといえば、なんといっても美味しい食事。お待たせしました。こちら長野牧場モッツァレラのマルゲリータになります。うわ、美味しそう。なんかもう早速いい香りがしますね。ありがとうございます。早速ちょっと熱々のままいただきたいと思います。いただきます。濃厚ですね。ありがとうございます。チーズとパンのこの相性がバッチリで、はい、お子さんも喜ぶ味ですね。はい、こちら大人の方からお子様にまで大人気となっております。新鮮で旬の地元食材を使った定食をはじめ、石窯焼きピザに手打ちそば、デザートは須坂産の果物をたっぷり使用した手作りジェラート。とにかく大人から子供まで安心して食べられるメニューが充実しているんです。そして最近の一押しがこちら、6月にオープンしたばかりのベーカリーコーナークラパンです。色鮮やかで具沢山のコッペパン、この日はリニューアルオープンに先立ち試食会を開催。市内外から SNS を通じて集まった大勢のお客さんが新しく開発されたパンを味わいました。これまでのベーカリーを一新し、お惣菜やフルーツなどの具を挟んだコッペパンをメインに、食パン、あんパン、カレーパンなど7種類に絞って開発。特に毎朝焼き上げるクラコッペは長野県産の小麦を使用、さらに須坂市内の味噌蔵が製造した甘酒や小布施町の牛乳に県内産のコシヒカリを練り込み、もちもちしっとりの食感が特徴です。パンも柔らかいし、なんだろう、地元 の, その小麦を使っているうちに安心だし、すごく な, んかなかなかこういうのも珍しくてすごく、はい、美味しいです。お待たせしました。こちらクラパンの人気商品フルーツコッペになります。うわー、色鮮やかですね。ありがとうございます。早速私もクラパンをいただきたいと思います。ね、いただきます。うん、もっちりしてる。はい、こちら生地にこだわっておりまして、小麦粉は長野県産の花あずさ、また生地にお米を練り込んでおりますので、とてももっちりしております。フルーツの甘みに負けないパンの甘みとかも出てて、すごい香りが広がります。美味しいです。ありがとうございます。お店はもちろんなんですが、食事も充実していて、これなら親子で1日過ごせちゃいますね。はい、親子でゆっくりお風呂に入っていただきまして、うん、お広間キッズルームでくつろぎいただきまして、またお食事もたくさん楽しんでいただきたいと思います。またイベントの方もご用意しておりますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。ユックランドのクラパン、本当に美味しそうでしたね。素材にこだわっていて、子供でも安心して食べられるというのは、母親としてもとても嬉しいです。私も温泉好きでよく行くんですよ。温泉が広くて大きいだけではなくて、食事やジェラートが美味しくて一日子連れで楽しめるのは本当にいいことですよね。そうですね。それでは今回の子育てポケット、この辺で失礼します。